はい、クリームチーズでーす。今日はこれで 50g。 これをクリームチーズです。そしてラップをかけてレンジアップします。溶けたチーズ、これね、おろし、最後に塩コショウ、これでクリームチーズソースができます。さあ、これは来ました。すぐ入れます。お、いっぱい入れます。はい、予備で3個入れます。はい、9回入れていきます。はい、食べます。はい、この大きさで切っていきます。はい、OK。 はい、今日はむき火です。だけ取っていきます。背中を取ります。 OK。 はい、筋を取った。これで揃いました。はい。さあ、キャベツですよ。キャベツたっぷりだ。ブロッコリー、スナップインド、それからエビで、はい、お湯をかけます。塩味をかけました。7-8分、これまいります。はい、ここからは弱火で生麺蒸し炒めします。
これに火が通ればほとんど大丈夫。あと1分。ブロッコリーに火が通ればほとんど大丈夫。あと1分。はい、盛り付けです。はい、ここでチーズクリームソースをたっぷりかけます。はい、OK。